どうもこんにちは。作業療法士の荻野です。今日は高齢者の方に向けてウォーキングの動きに合わせて脳を活性化させるコグニウォーキングという運動方法をご紹介したいと思います。多くの方が脳トレとか脳活って聞くと、あ、私はいいですと、私はまだ正常なんでいいですいいですっていう風に遠慮されちゃう方がいらっしゃるんですけど、ちょっと待ってください。まずですね、ちょっとこの運動を一緒に見てみてください。まず右手を親指立ててグッドのマーク、そして、左手は OK マークを作っていただいて、せーので切り替える。 OK とグッドを左右切り替える。せーので切り替える。せーので切り替える。さあ、このようにですね、 OK とグッドを入れ替える運動、皆さんできますでしょうか。このようにですね、ただただ OK とグッドを、こう入れ替えるだけの動きなんですけど、結構できない方が多いんですね。何が言いたいかというと、多くの方がですね、ウォーキングをするとかスクワットをするとか足腰とかをね鍛えてる、予防されてる方って結構多いんですけど、脳を鍛えてる方ってかなり少ないんですね。さっき言ったように、私はまだ大丈夫ですというふうにですね、脳トレとかあまりしない方が多いんですが、脳というのはですね、運動を司る運動野というところもありますので、脳が衰えちゃうと運動の命令ですね、体を動かす命令も衰えてしまって、思った通りの動きができなくなっちゃうんですね。なのでグッドとOKをただただこう左右切り替えるだけのことなんですけど、あれ両方OKになっちゃったとか、あれどうやってやるんだというふうに指をですね、自分の思った通りに動かせなくなってしまうんですね。これは足にも言えることで、しっかりとスクワットとかウォーキングして足腰を強くしたとしても、脳が衰えてたら命令がちゃんと、足に伝わらないので、足を上げたつもりが上がってなくて転んでしまったとかですね、しっかりと踏ん張りが効かなくてですね、思わぬところで転んでしまうというふうに大怪我につながってしまうんですね。なのでやはりですね、体を鍛えることももちろん大事なんですけど、その司令塔である脳を鍛えることもぜひ大切だと再認識していただいて、で今日はですね、この脳をしっかりと活性化する、そしてウォーキングの動きで足腰もしっかりと働かせる、このコグニウォーキングを行って脳も体もまとめて強くしましょうという運動方法になります。内容としては座りながらでもできますので、立ってやっても OK ですし、座ってやっても OK です。ぜひ一緒に脳も体も鍛えてみましょうね。はい、このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しております。ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私の過去の動画ではですね、他のコグニサイズ、コグニウォーキングというのも紹介しておりますので、こちらも合わせてご確認ください。他の運動方法はこの動画の最後にクリックできるようになっております。そして私、この度高齢者向けのストレッチの書籍も出版させていただいております。こちらはですね、75種類のストレッチが収録されておりますので、こちらもですね、合わせてご確認ください。概要欄やコメント欄からクリックできるようになっております。さあ、それではですね、脳を活性化して体も鍛えられるコグニウォーキングとはどんな方法なのか、僕と一緒にやってみましょう。さあ、それではですね、コグニウォーキング早速行っていきたいと思います。座りながらでもできる内容となっておりますので、立ってやっても座ってやっても OK です。そして動画の前半はですね、説明をしながら、ちょっと練習をしながらゆっくりと行っていきます。そして動画の後半はですね、説明なしで、運動だけ、の本番のパートになりますので、2回目以降とかですね、説明なしでやりたい方は後半からご視聴のほどよろしくお願いします。では最初の運動ですね。まず足踏みの動きに合わせていただいて、このようにですね、3の倍数で手を叩くという運動を行っていきます。このようにですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 というふうに3の倍数で手を叩いていきましょう。そして30まで足踏みをしてみましょう。では早速ゆっくりやってみましょうか。いきますよ、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,25,26,27,28,29,30と。はい、どうでしょう。3の倍数で手を叩くことができましたかね。このように足踏み、足の動きに合わせて、計算をしながら体を動かすというふうにですね、脳も体も動かすのがコグニサイズ、コグニウォーキングになります。ではここからはですね、3の倍数以外手を叩くという運動方法をやっていきます。このようにですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 というふうにですね、
3のバイスの時には叩かないという方法で今度はやってみましょう。先ほどとちょっと逆になります。間違っちゃっても全然 OK なのでね、むしろ間違えたらもう笑っちゃってですね、楽しくやっていきましょう。では3の倍数では叩かない方法で30までいきますよ。せーの、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30と、はい、OK、さっきと逆で、切り替えはできたでしょうか。はい、このようにですね、しっかりとですね、頭を働かしながら足を動かしていきましょう。では、ちょっと数字を変えてやってみましょう。今度はですね、4の倍数でやっていきましょうか。では、4の倍数で手を叩く方ですね。このようにですね、1、2、3、4、5、6、7、8という4の倍数で手を叩く方でやってみましょう。では今度は40まで足踏みをしてみましょうね。ではいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40と、はい、OK。 さあ、では今度は切り替えて4の倍数の時は叩かないという方法ですね。このように 1、2、3、4、5、6、7、8 というふうにですね、足踏みに合わせて4の倍数で叩かないように40までやってみましょう。ではいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40と、危なかった。僕も今、やばいっていうのがありましたね。はい、このようにですね、全然間違えちゃってもう笑っちゃいながらやっていきましょうね。さあ、ではですね、今度は少しもも上げの動きに合わせてやってみましょう。このようにですね、1、2、3、4、5、6というふうにですね、ももを叩きながら、3の倍数の時は手を叩く、でまたももを叩いて3の倍数の6の時に手を叩くというふうにですね、ももを叩いて3の倍数の時は手を叩く運動をやっていきましょう。ではこちらですね、ちょっとこうおっとふらふらしちゃう場合は座りながらやっていただいて大丈夫ですからね。では早速ですね、ゆっくりやってみましょうか。ではいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30と、はい、 OK。 さあ、ももを叩いてて手を叩いた後、どっちの足に叩くんだっけと、足もごちゃごちゃになっちゃうと思いますが、大丈夫だったでしょうか。さあ、ではですね、ここからは運動だけのパートになります。ぜひですね、運動だけサクッとやりたいという方はこれからぜひこの後半だけ見ていただきたいと思います。さあ、では早速本番ですね。運動だけのパート、僕と一緒にやってみましょう。さあ、ではウォーキングに合わせた脳トレ、コグニウォーキング、早速やっていきましょうね。まずですね、足踏みをしていただいて足踏みを数えていきます。そして1、2、3、4、5、6、7、8、9と3の倍数の時に手を叩いていきましょう。こちらですね、30まで足踏みしていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30と、 OK。 では今度はですね、このようにですね、1、2、3、4、5、6と
3の倍数で手を叩かないという方法でやっていきましょう。ではこちらも30までいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、OK。失敗しちゃっても、もう笑っちゃいましょうね。楽しくやっていきましょう。では、今度は4の倍数で行っていきます。まずは足踏みを数えていただいて、このように、1、2、3、4、5、6、7、8と4の倍数で叩いていきましょう。では、40までいってみましょうかね。では、いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40と。OK。では、こちらもですね、同じく、このように、1、2、3、4、5、6、7、8と、4の倍数で叩かない方法もやってみましょう。では、皆さんいきますよ。頑張りましょうね。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40と。はい、OK。さあ、たくさん足も動かすのでちょっと疲れてくると思います。自分のペースで休憩して OK です。では今度はですね、ももを上げて、ももをタッチとしていきます。そしてですね、3の倍数の時に手を叩いていきます。このように 1、2、3、4、5、6、7、8、9 というふうにですね、もも上げとこの3の倍数で手を叩く運動をやっていきましょう。ではこちらは30まで行っていきます。ふらふらしちゃう方は無理なく座りながら行っていきましょうね。ではいきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30と。はい、OK。では大きく深呼吸をしていきましょう。では吸って、で吐いて、もう一度吸って、吐いて、で最後もう一度吸って、で吐きます。はい、OK。では皆さんお疲れ様でした。このようにですね、頭を働かせながら、ちょっと計算も入れながらですね、足腰、ウォーキングの動きに合わせて体も動かすという運動方法を今日は行ってみました。ぜひですね、うまくできなかった方はですね、ちょっと練習してみていただいて、それでですね、脳もそして体も足腰もしっかりと強くして、いつまでもスタスタ歩ける、そしてですね、何かあってもすぐ体が反応できる、そういったですね、動ける体をどんどん作っていきたいと思いますので、しっかりと足腰だけではなく脳も一緒に鍛えて、体作り一緒に取り組んでいきましょうね。はい、このように健康に役立つ運動方法、これからもどんどん紹介していきたいと思います。ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして私、この度高齢者向けのストレッチの書籍を出版させていただいております。こちら75種類のストレッチをたくさん収録しておりますので、こちらも合わせてご確認ください。概要欄やコメント欄からクリックできるようになっております。そして私の過去の動画では他のですね、コグニサイズ、コグニウォーキング紹介しておりますので、他の運動もやってみたいという方はこちらも合わせてご確認ください。それでは今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様、お疲れ様でした。